ストップ。今回はここです。今回のお題、ここでウィングがやってるやつはトランペットなのシンフォニーなの？どっちなの？個人的な予想としてはほぼ間違いなくトランペットだとは思います。これね、皆さんも注意深く聞いてみてください。皆さんの予想もね、コメント欄に残していっていただければなと思います。うん、そうだね。多分トランペットで、まあ、トランペットだと思う理由がね、そのシンフォニーの声の原理が、っていう感じで、声を弾くものになってるんですよね。で、まあ、弾くといえば皆さん何だと思います？そうなんですよ。ノーワードなんですよね。まあ、そのシンフォニーとかノドキックはアウトワードなのかっていうと結構怪しいところではあるんですけど、まあ、非常にノーワードに近い部類なんですよね。今回彼がやってるそのノドベースは、まあ、皆さんご存知の通りアウトワードなんですよね。俺の予想だと、まあ、このノーワードとそのアウトワードの技の組み合わせっていうのは多分できないんじゃないかな、とは思う。なので、まあ、トランペットになるんじゃないのかなっていう感じです。まあ、シンフォニーとね、トランペット同じ口の形を使うので、似たような要素がね、音に現れるんですけど、その似たような要素っていうのが、このシンフォニーをやった時の、っていう、この音が濁る感じ。多分これが、俺も含めて、みんながこれどっちなんだろうって悩む理由になってるやつだよ。うん、こことかそうだね。ごめんね、ウィングほどのどべうまくないからさ、あんまりうまく聞こえないかもしれないけど。いや、前回もさ、ウィングの動画作った時にのどべのどべ言ってたけど、やっぱ、やばいわ、この人のどべ。かっこいいわ、ほんまにかっこいいな、この人ののどべ。ちょっと話脱線しちゃったんだけど、今回の結論としては、まあ、トランペット。のどべをトランペットでやってるっていう感じですね。はい。皆さんもぜひ練習してみてください。ということで、今回の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。